どうも、男子ライフトーキング、友成よひとでございます。さあ、今日はこちら。フィッツです。今、マリオかな?マリオで、あ、カムンとフニャンのアイアンマンが。マリオとね、今、コラボというか、してますけど、パッケージ。ドラゴンボールのもまだ残ってますよね。で、次は、この、ウォーリーを探せ。ウォーリーとフィッツのコラボということで、ま、赤と白で、いちごミルク味と。っていうことにね、なっております。はい。で、試供品、いただいてます。試供品なんで、あ、別に企業から提供されたわけじゃないんですよ。試供品を手に入れたので、ちょっとレビューしてみようかと。なので、本発売になるものとは、ちょっと、仕様が違うかもしれません。はい。いちご&ミルク味と。ちょっとね、開けてみましょうか。裏がね、だからこれ、もうウォーリーを探せになってるんじゃないかなと思って。いいっすね、パッケージ。これ。なんか、あ、もう、香りがする。あ、まだね、企画中ということで、ここには何か乗るのかな。あ、いい匂い。さあ、多分ね、これが、あれ?でも、いるな、普通に。これウォーリーでしょ?あれ、もう、見つかっちゃったな。あれ?終わりも?あれ?いや、俺、今回ね、この、マクロレンズで、超拙者で、ウォーリーを探せをやろうと思ったんですけど、これ、もう、いるね、ここに。あ、そう。いたんだ。せっかくなんでね。じゃあ。拙者で、じっくりね、見てみましょう、絵柄を。はい、ドーンと。端からいきましょうか。これは風船の絵だね。あいつ以外にもいるのかな、どっかにウォーリー。これ風船だね。え?いないのか、やっぱあれが正解なのかな。なんでしょうね、この、この人面白いですね。力こぶをアピールしてるんだけど、なんでこんな困った顔してんだろう。あれ、これそう?この人。違うね。ねえか。いろんな人がね。あ、偽物だ。これは明らかな偽物でしょう。性格悪そう。やっぱりさっきのが正解?残念な顔だな。どうなってんの?これどうなってんの?これ。どうしたの?いつから?いつから入ってたの?力あるよね。なんだろうこれ、お辞儀を、ひたすらお辞儀する人。あの、これ、ウォーリー。もう早速見つけた、ウォーリー。で、記者たち。やっぱ、いないなぁ。まあ、やっぱそうか。なんだ?この中にいる?いない。これ横側は?違う。違う。
気が。はい、ということで、せっかくウォーリーを探せ、ピンとか変なっちゃった、ウォーリーを探せをねしようと思ったんですけど、もうこんなに堂々と出てるっていうことで、ちょっと残念でしたね。もうちょっと遊べるかなと思ったんですけどね。はい、ということで、まあまずこれ見本で企画中ということなんで、本発売になるときにはこの絵柄変えてほしいですね。ここで遊べたらいいのに。もうパッて目いきますよね。あれいたっていう、ちょっとね残念でした。はい、ということで、いちご&ミルク味ピッツウォーリーを探せということでした。ということで、男子ライフトーキングのお相手は友成よひとでした。バイバイバー。残念、全然遊べないよ。